はい、どうも、こんにちは。裏切りマンキーコングの藤です。タル投げちゃうよ。はい、というわけですね、本日はなんか切れてるし、オンラインもやっていこうと思いますけども、マインクラフトニンテンドースイッチエディション、まあ、前回のね、とんでもない出来事が起きてしまって、見てください、このね、牢獄のような場所、独房から始まり、手持ちはゼロ、地図すら持ってない。これがね、あちらの方のなんか砂漠の方に僕のグッズが置いてあると思うんですけど、それをね、取りに行かねばならないですね。はい、よし、準備はできました。石系とベッド、これね、ちょっといただいたんですよ。ベッド持ち歩いた方がいいぞと、どこでも寝れるようになるからということで、あと木の棒も作って、まあ一応板もこんな感じで持って、そして石炭も持ってきました。そしてまあ丸石とか、まあウール2個、これでちょっとあそこにもう一度臨もうと思います。無謀かもしれませんけども、あそこの俺の黄金装備を取りに行ってみたいと思います。どうだろうな。いや、砂漠はね、何回かね通ったんだけど、この砂漠地形かな。クリーパーの爆発でやられちゃったんだよ。で、クリーパーの爆発が、なんかね、坂から降りてきたクリーパーの爆発でやられたから、ここら辺だと思うんだけどな。また違う砂漠なのかな。あ、ウサギだ。そう、タンポポある。あ、バカ、お前もう。タンポポでね、ウサギをね、ちょっとね、連れてこれるのが分かったので、ちょっとタンポポ。タンポポポポンタ。ポンタった。この野郎。よし。で、タンポポを、こうして、ちょっと待って。これね、ちょっと全部、いいよ。オッケー。タンポポだよー。タンポポだよー。ウスチン。ウスチン。ウスチンタンポポだよ。あー、来たー。かわいい、ウサちゃん。この砂漠、デザートウサちゃんいいね。おいで、ウサちゃん。おいでしても、でもさ、これさ、あ、求愛モード。ほれ。ほれ。なに、すげえラブラブしながらどっか行く。ちょ、どうすりゃいいのこれ。どう買えばいいんだ。もういい、ちょっとウサちゃん、今度な、また。待ってろよ、お前。いつか俺の手ごめにしてやるから。ブーちゃんみてえに。ブーちゃんはあれ、自分から来たからな、あれ、勝手に。望んでないのに勝手に来たんだぞ。あ、うまっ、うまっ、あれ、ここじゃあ、え、ここあれか、あの馬バカ、馬ゾーンか。なんで燃えてんのこれ。ゾンビが燃えたんかな、ここで。ちょ、山火事。あー、全然違う。来たことない、こんな。馬じゃあさ、ちょっとさ、俺のものになれよ、お前。ただ、ピラミッドの方もわかんねえしな。とりあえずもう新天地だな、じゃあ。もうわかった。過去を切り捨てよう。過去に囚われ続けてたら多分俺はね、前に進めない。そうだった。実際の俺も。だから新しい気持ちで、新しいダンジョンを見つけて、そこで俺は家を作る。あそこさ、あそこさ、もう俺今揺れてるわ。過去を捨てるを。あそこ俺がウィッチと戦ったとこじゃない、ここ。違う？なんかぽいんだけど。そんなのないかな？なんかウィッチと戦ったところに似てる気がするんだよな、ここ。え、違う？これ。ほら。なんかさ、俺こっちから来てさ、違うわ、全然。なんだここ、もうわかんねえよ。やっぱもう、サハラ砂漠とかでさ、遭難というかさ、亡くなっちゃうのってやっぱこういうことなんだろうな。あれ、ここ見たことあるな、つって。こっちだ、こっち。ふぅ、行こう行こうとか言って言ってたら、全然知らないとこ行っちゃって。うわ、怖っ。そんなことがわかるマインクラフト。実際発売中です。どうしよう、これ。とりあえずちょっとね、新しい何か、じゃあ、わかった。新しい何か、面白そうな洞窟があったら、その近くに拠点を構えよう。でも、地図とかもな、俺、落としちゃったんだよな。地図ってなんかさ、もう手に入んなそうじゃない、あれ。地図の使い方やっと分かったのに。クリエイティブモードで遊んでて。くそー。とりあえず洞窟を探そうか。洞窟。あ、ウールがいる、ウール。ウールはゲットしよう、常に。なんなら買おう。あれ。え、サボテンでダメージ判定あったの？それは知らなかった。おめえだ、ほら。暗い。
よし、食らえって、俺が食らう、俺が君を食らう。よし、生きるってのは他の生き物を食らうってことだ。とりあえずちょっと待って、これはね、あ、いやなんか洞窟ないな、あー夜になっちゃう、どうしよう、待って、これを、あー洞窟、よしよし、ここにしよう。じゃあここに、ここに私は新居を構える、新居構えの儀式する。ここにぶっ刺して、あ、何でした、ブスね、これでドアを作る、ドア、ドア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 ってドアを、ドアをこうして、ドン、ガチャガチャ、 OK、 立て付け悪くない。これでここに持参したベッドを、はい、こいつを、こいつをドン、ダンダン、うわあ、おやすみなさい。ほら、これで第二のお家が出来上がりましたよ。そして僕はですね、ちゃんとね持ってきてるんですわ、石、はい、かまど、かまどをドン、ほら、はい、風神地2、ちょっとね、これじゃあサボテンを使ってちょっとなんか面白い感じにしよう。ダメージ食らうくせに素手でサボテン終わるな、お前。どうでっか、ワイの第二のマイホーム、八つ墓家。ちょっとこれさ、なんかこう、あれが欲しいな、看板。看板立ててさ、風神地って書きたい。まあいいや、とりあえず、これで僕の拠点ができたので、行きますか、また黄金聖闘士になるための、旅。32本あれば、片道はいけんだろ。わっ、え、何ここ、入り組んどる、どうしようかな、こっちから行くか、とりあえず。なんかすげえ分かりづらい。とりあえずでも鉄ミッケ、鉄ミッケならでかい。これさ、掘ったらさ上落ちてきたりしない、ほらやばいな、ここちょっと怖いけど、とりあえず行こう。前に進めばなんかいいものあるだろう、きっと。で、右側につけます。行きが右側、帰りが左側ってこと。バー、うわー、うわー、うわー、びっくりした。あげ、これさ、嫌な予感するんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、嫌な予感するんだけど、もしかしてさ、あー、よかった、俺んち抜けたわけじゃない、あー、よかった、手前だ、あぶねー。なに、お前か、お前もしかして、このやつ、成敗、あれ、と、成敗、もうやろう。まあ、じゃあこっち側行けばいいんだな。あー、びっくりした。ちょ、これさ、補強しとこう、ここ怖いわ。まあいいや、はい、後にします。そういうのめんどくさくなっちゃうからね、俺すぐ。あー、なんだよ、松明無駄になったな。よし、じゃあ右側に貼ってこう。おれ、右側ってか、なんだこれ、入り組みすぎだろ、ここどうなってんだよ。うわぁ、痛い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 、バカバカ、痛い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 、あぁ、もうちょっとせん、いや、なんだよ、フージは骸骨によって滅びる運命にあったって。ちょ、洗礼が過ぎない、今の。ちょ、マジかよ、おい。嘘、ちょっとちょっと、パッと取ってパッと帰ろうぜ、パッと取ってパッと帰ろう、俺の荷物。あぁ、
もういや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 ごめんなさい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 どこだ、いた、いた、え、どこ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 いた、見けた、よし、あ、いて、いて、ガーラー、うりゃーっとー、うるー、うわー、何匹いて、ちょっとこれさ、ここ無理だよ、ちょっと、どうしよう。オッケーオッケー、12本、12本のタイマスで、あそこを行って、ちょっと軽くちょっと探検してこよう。ここだな、よし。気をつけろ、これ多分降りたら帰れなくなるタイプだから。うわ、いた、よしよしよし、 OK、 何もない。ちょっと待って、したら砂とかでなんかいろいろな、ちょっと先壊しとこう、道を作っておこう。OK、 これで帰れるな。 OK、 したら松明、うわー、また置いてこればよかったかな、これ。これもしかしてさ、これもしかしてさ、さっきのとこ繋がんねえかな、どうにか。あ、ちっちゃいのいる。怖え、ここ。クリーパー、クリーパーはわざと爆破させて、オッケー。あー、はーはーはは、うん、あー、まあもうここがあるからいいか。オッケー、まずクリーパーか。オッケー、あ、鉄鉱石、大丈夫、生きてる、よし、生きてる、オッケー。なんか、なんでここ淡いんだ。よし、鉄鉱石だ、よし、鉄鉱石来たぞ。俺待ってたんだ、それ、鉄鉱石くんの。鉄鉱石がどっかにあるんじゃねえかと思ってたんだよ。よし、このスルハシがぶっ壊れるまで全部掘る。とりあえず行くぞ、戻るんだ、自分の家に。地下近いな。うん、なんか俺これいけんじゃねえか、やっぱり。あ、こっちか。あ、まあいいや、とりあえず戻ってきて、で、かまどだろ、かまどにまず石炭グイで鉄鉱石、よし、待ちます、これで、これで僕は待ちます。そんで鉄鉱石の鉄を13個、待て、13個だろ、5、13、うわー、パンツと靴が作れないのか。あと、え、11個かな、ちょっと探してこようかな。ちょっと待って、鉄があった、ここだ、何個だ、あ、見えちゃった、なんかいる、なんだ、なんかいる、ここなんかいる、ちょっと待って、戻る、鉄あったな、鉄の武器、作ってこう、鉄の武器、待て、いけるぞ、これいけるぞ、鉄ゲットした、いや、もっと、肉、肉をゲットするだろ、まずは肉ゲットして鉄鉱石を植える。6個、待て、6個だったら靴作れるんじゃないか、靴作れる、よしよしよし、5なら10発、痛え、
10発ぐらい耐えるはずだ。行くぜ、勝負だ。なんかいるけど、なんかいるけど、いけ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 、うらっ、うわーっ、うわクリーパーはクリーパーはずるいなー。いや、クリーパーはずるいなー。もうどうしよう、もう俺、せっかく鉄作ったのに。しかもなんか俺のアイテムなくなかった、もうなくなってなかった、なくなってた気がしたんだけど。ちょ、何があったっけ。安全な方とか、なんか安全な洞窟をどんどん探検していこう。そしてなんかいろいろ作って、で最終的にはあそこにダイナマイトを投げ込もう。 OK、 決まった、俺のプランが決まった。でもここが新しい拠点としていけそうだね、いい感じに。なんか羊が我が物顔で、やろ、よしよし。ウサタン、ウサタンいっぱいいるな。ウサタン飼いたいな。ウサタンをちょっとどうにかできないかな。まあ、ちょっととりあえずこれでこの場所を拠点にもう一度俺は戦いを挑んでいこうと思います。またなんか裸一貫になっちゃうけど、でももう前の前回の家はもう振り切りました、僕吹っ切りました。はい、これからここで砂漠のデザートウォーリアーになろうと思いますので、ぜひとも皆様これからもどうぞよろしくというですね。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。